ニュースです。ハロウィン用カボチャ破壊、年配男性悪ふざけ動画物議。北海道ニセコ町で飾り付けてあるハロウィンカボチャを訪れた男性が落として悪い様子を撮った動画がツイッターに投稿され拡散している。観光に来て子供を相手にふざける中でやった行為と見られている。町の商工観光課では悪ふざけかもしれないがすごく残念で悲しいと取材に話した。問題の動画は150万回以上再生されており、非常識、農家に謝るべきなどと男性の行為に非難が出ている。